俺は知ってるぞ、お前の財布。おい、俺は知ってるぞ。知ってるぞ、俺は。教えてあげようか。俺を閉じ込めるからだ。お前なあ、源次郎。あれ、なんか7ヶ月経ったらこの人カメラにも映らなくなった。おかしいな。ちなみに僕は寝起きですけど。起こした、はい、毎日起こされます、この人たちに。いや、目覚まし時計のさ、電池切られる。この人ね、なんか嫌がらせか知らないけど、あのね、目覚ましをね、仕掛けてね、寝に行くんですよ。で、朝めちゃくちゃうるさい目覚ましが鳴るんですよ。びっくりする目覚ましは。びっくりするやつ。ドレレレレレレンってなるんだけど。なんで、あれもうめちゃくちゃうるさい、あれ。不愉快でしかない。それが起きれるんですよ。いや、俺は別に起きなくてもいいから、ね、君たちは起きるけど、俺は起きなくてもいいね。不愉快だわ、あれは。さあ、ここで英語の問題です。小学3年生と小学4年生、5年生に英語の問題です。何がいいかな。簡単なの。簡単なやつ。分かった。小指を英語で何と言いますか。ベイビー。何、ベイビー。ベビー、合ってません。なんて言いますか。あ、スモール指。指、日本語や、思いっきり。そもそも指を英語で。さあ、誰でもいいですよ、答えてください。普通フルーツとかから始めるよね。銀次郎さん、分かんない。おハードじゃん。どうする、これ当てたら前から2つ買ってあげるって言ったら。2つもいらん。あ、デドバやってあげる。あ、デドバの課金してあげるって言ったらどうする。やば。ギー、なんだろう。当てた方がいいんじゃないこれ。いや、小指。スモールライト。スモールライト。ドラえもん。ドラえもんですか。いや、だってどうしようもないね。ヒント、ヒント。当てたらデドバだよ。やばない、はい、ヒントは。え、最初スモールランチャー。頑張って答えて。スモールなんちゃうでしょ。なんだ、ヒント。みんなが想像している以上、全然名前が違います。あの、全く違う。はい、ヒント。じゃあヒント、ヒント。スモールもベイビーもフィンガーもつかないんじゃね。違います。じゃあヒント。妖精みたいな名前だね。ドライアド。妖精。ヒントじゃない。ドライアド。いや、ヒントだよ。最初の文字じゃない。いい、じゃあピ。ピピから始まる。ピンバーゲン。ないわ。危ない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 。妖精、妖精。ピクシー。近い近い。めっちゃ近い。ピクシーね。ピクサー。わ、めっちゃ近い。めっちゃ近い。ピクサー。めっちゃ近い。最後文字。ピピピ。最後文字ピ。最後のやつ言うたらダメやろ。じゃあ大ヒントです。ピから始まって、キーで終わります。ピッキー。惜しい。正解。いや、分かるか。分かるか。分かるかい。次の問題で当てたい。初級でした。全然初級じゃねえ。知らないわ。答えはピンキーでした。妖精でいなさそう。いや、いるやろ、ピンキーって妖精で。おらんやろ。いるやろ。え、いそうじゃね、ピンキー。それならティンカーベルの方がいそうだよ。いや、それはもうだってティンカーベルがいるからや。ドンキー。ドンキー。ドンキー。一文字目もらんと全然わからん。デドバが。デドバがやりたいのに。ドンドンドン。ドンキー。ドンキーホーテー。さすが一発撮り成功。問題とは全然違うけど、7ヶ月前に僕が買ったイヤホンマイクがあるんですよ。ヘッドホンマイクが、はい、
この人たちなくしたみたいよ。いやいや、あるある。あるんかい。あるんかい。中に入れてる。あ、あるらしい。あ、よかった。なくすわけないよ、あんな、なんか上等そうな。おお。使い方がわからんから直してる。あ、オッケーオッケーオッケー。ナイスナイス、よかった。ダンキーだー。そうや、今のうちに宣伝しとけば3人でユニットするみたいです。そうですね。ああ、3人でユニット作るみたい。何も練習してない。いや、練習いっぱいしなきゃいけないんだよそういうのは。最初の文字はいや、まだやってた。まだやってたろもう着いたよ。着いたよ。話題変わったよ。いいやん、とりあえずショッピング楽しもうぜ。いやいや、ゼロそれ。俺何色がいいと思う？ちっちゃくっす。よし、これが俺らのサムネイルだ。今回のトップが。誰かわからよ。誰？出た。これで課金ができる。それそれ。ここはい。だからゲーム以外で、ゲイさんのお求めのゲームはここにはありませんでした。むしろゲームなんて売ってませんでした。おいしいよ。ゆりちゃん、これ5000円だけど買ってくれない？ゲームのキーボード。いるわ。これでもだいぶでかいよ。見て、ほら、だいぶゆったりしてるやん。ズボンいらない。ズボンいらないから。すごい。でもこれで良さそうやな。じゃがりこかわいい。じゃがりこかわいいよね。りんちゃんもなんかママに買ってあげるの？買ってあげる？買ってあげたら？根元にするやつ。おけしょ。決まった。もう即決。即決。お母さんに。ママに。でもお金持ってきてないからパパが持ってよ。早っ。本当に3秒ぐらいで決めたんですけど。これは僕からユリンに誕生日プレゼント。さあ何個？これ引っかかりきておかしくない？これないよ普通。トゥブステネ。トゥブステネ6個で120円だ。これ20円一つ。2、4、5、8、9、10、20円。すごいね。あ、すいません。はい、ありがとうございます。これ、あのほら、ママの日に買って、母の日のプレゼントと、ゆりの誕生日と、あと誰？誰ちゃん？友達の。友達の誕生日プレゼント揃いました。イエイイエイ。ドンキの時は足遅かったのにめちゃ速いやん足。これ持ってるのある？これと、ね、マリオパーティー面白いよ。みんなでできる。やったことある？あるか。これでいいやろ。サファイア。誰？これ欲しいんでしょ？誰が？え、あなたが。言ってたじゃない、欲しいって。欲しくねえわ。165年前に。165年前生きてないわ。ありました。お、あった。ありました。見して見して。これが欲しいんだな。あ、プロゴンだ。急遽このプランに携帯の方でピッてしてもらうだけです。カメラに呼び込みです。わかりました。じゃあやってみたいと思います、はい、
通のカメラでここの QR コードを、はい、え、普通のカメラでいいの？普通のカメラでいいです。そしたら URL 出てくると思います。あ、本当だ、はい、そこをタッチしてもらったらサイトに行きます。え、知らなかった。皆さん知ってました？QR コード読むときに QR コードのアプリいらないんですよ。普通にあの写真撮るだけで QR って読み込めたみたいです。初めて知った。え、お使いの携帯会社はソフトバンク。え、ご自身の携帯電話料金はプライベートやな。めちゃくちゃプライベートや。いやいや大丈夫です。3000円から。ご家族まとめての、携帯電話料金は、いや、こんなん分からないけど多分1万5000円以上。現在ご利用中の携帯機種利用年数は、2年以上。ご自宅のインターネット回線はうち何ですか？ソフトバンクの光回線だと思います。次、ご家族の人数は4人以上。携帯電話が安くなるか確認してみたいですか？携帯電話が安くなるか確認したい。したいよね。これが出たんですけど、あ、シュシュシュって。じゃあスクラッチしてみたいと思います。スクラッチしてみます。やっていいよ。あ、おめでとう。当たり、え、当たり、やった、ありがとうございます。で、何がもらえるんだろう。はい、あの、もう渡してます。あ、もう渡してる。すでにすでにもらってるやん。当たる前にもらってんじゃん。もらってるやん。ということで皆さんもソフトバンク、はい、お近くにありましたらこれやってみてください。ほとんどはたら、あの、外れないみたいです。ありがとうございました。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。なんか変な飲み方してる人がいる。なんか全然飲んでなさそうに見えたんだけど実は飲んでた、この下から。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ピース。